大友亀太郎像、札幌玉ねぎ記念碑札幌村郷土記念館は、北海道札幌市東区にある博物館。札幌の開拓者である大友亀太郎や当時栽培が盛んであった玉ねぎを、中心に郷土史を語り継いでいく目的で開設された記念碑や、像王のほか、館内には多くの歴史的資料が展示されている。また、 札幌市指定の有形文化財を多く収蔵しており、記念館全体の土地である大友亀太郎の役宅跡,跡も札幌市指定史跡のうちの一つである。所在地は北海道札幌市東区北13条東16丁目。記念館は1977年4月、郷土の歴史を保存するため、地域住民によって開設された。この場所は1867年に、 大友亀太郎役宅が建設された場所である。当時は、現在の伏せ子側にあたる伏子札幌側にも近く、石狩方面から訪れる船便に対して便利な土地柄であったことが、この場所に役宅が建設された背景である。他にも当時、この場所周辺には、穀物、入倉や丹や古や板倉などが位置していた。その後、札幌本府が建設されたことを受け、 大友亀太郎役宅は現在の札幌市中央区北一条西一丁目辺りへ移動された。しかし札幌市の創建に多大な功績を残したことが認められ移動された後もこの役宅の土地は文化財として札幌市指定の史跡に指定された。1978年11月2日には敷地内に札幌玉ねぎ記念碑が建立された。 1986年5月に作られた大友亀太郎像は当初創生川付近に位置していたが2005年になって行われた創生川通りの整備工事に伴い記念館敷地内に移設されている。また館内には札幌村が設立される前の札幌元村開拓時代の地図や開拓当初盛んであった玉ねぎの工作に関する農具などの資料、さらに 大友亀太郎の古文書などが収められており、これらは1987年2月20日、札幌村大友亀太郎関係歴史資料及び史跡というくくりで札幌市指定の有形文化財に指定された。これら資料は札幌村郷土記念館保存会が札幌市へ寄贈したものである。館内には大友亀太郎文書や開拓当時の人々の生活を復元したロバタ、 玉ねぎの栽培や工作の際使用されていた農機具や馬の土産庫の剥製などが常設展示されている。中でも大友亀太郎の文書には1867年を川切に入植した農民や田畑の開発、それらの水筒や運用など30年分を書き綴った江戸地石狩カ荒れ地開発田畑ご収納方30カ年、組立所上長。 お手作上で雇われていた農民とその家族の名前や出生地、年齢、入職した月日などを記載した文書、個数、人別書状帳が含まれている。これらは各部業所や北海道開拓市へ実際に提出されていた資料である。また、札幌の学校や開拓市から配布された趣旨をもとにして農業も行われ。 その中の一つであった玉ねぎ工作に関連する資料も収蔵されている。これら資料には当時この周辺一帯で栽培、収穫された玉ねぎや特に札幌大玉器に関し、削上、工作、収穫、販売とそれぞれの段階に分かれた系統的な歴史資料が含まれている。さらに実際に当時使用されていたクワや、 土地の開墾に必要な幸運性治用具などの置き具も展示されている。記念館建物の前提には、札幌玉ねぎ記念碑と、大友亀太郎像、薬宅跡,跡記念碑が建設されている。札幌玉ねぎ記念碑は、札幌玉ねぎ記念碑混流規制会により、日本最古の玉ねぎ産地を築き上げ幸いに、尽力した先人に感謝し、札幌機を 後の時代へ受け継ぐ目的で制作されたものである。上部の黒石には文化財保護思想へ貢献し1986年に北海道文化財保護功労賞を受賞した高木圭介による打字が刻まれている。大友亀太郎像とその横に立つ大友亀太郎、役宅後記念碑は清水敏信を委員長とする大友亀太郎像根流実行委員会によって建てられたもの。 彫刻の制作には、農民彫刻家の松田与一が携わっているほか、大事を当時札幌市長を務めていた板垣武氏が担当した。入館は無料、開館時間は午前10時から午後4時となっており、毎週月曜日と祝日の翌日、並びに12月29日から1月5日までの年末年始を休館日としている。最寄り駅は、 札幌市営地下鉄東方線環状通り東駅、館内に収蔵されている資料の内訳は以下の通り、ありがとうございます。